次の仮面ライダーの名前が、はい、どうもしめじです。山山です。はい、ついにですね、まあいつも通りなんですけども、これぐらいの時期なんですけども、はい、次の仮面ライダー01の次の仮面ライダーの情報が、はい、まあ、いつも通り、商標出願でですね明らかになったということで、はい、いつもあの特許、そうですね、いつも登録、商標登録の、はい、ものからいつもね見つけてきてくれるんですけど、みんなここからなんですねここで見つけて次のライダーの名前が判明すると、ね、勝手に判明しちゃうというね。そう、まずここに登録しとかないと、はい、こうね違う名前ついちゃいますから、はい、でバレちゃうんですよね。バレちゃうんですよね、はい、はい、で、次の仮面ライダーの名前がセイバー、はいはい、聖なる刃って書いてセイバーです。ゼロワンの次のライダーが、はい、令和2発目ですね。2発目大事なとこです、はい、セイバーですよ。どうですか山山さん、セイバーね、なんかあのね若いなってちょっと、うん、あの中二病炸裂してるなっていうのはありますね。確かにね、あのリスナーさんも言ってましたけど、うん、確かに炸裂してるなっていう、うんうん、なんかちょっとなんか中学生かなっていう感じ、ね、セイバーってなかなかね、あのまあ剣ですけどね、うん、セイバーといえば、まあ元はサーベルから派生した言葉らしいんですけども、うん、騎兵隊の人とかが、はい、あの持ってるようなこうちょっと細長い剣のことをサーベルっていうんですけども、そこからもセイバーっていうらしいですけど、まあ、特撮的に言うとなんかこう光って切りまくる剣みたいな、なんかね強い剣みたいなイメージ、セイバーだったら勝手にありますけど仮面ライダーで剣といえば、うん、やっぱりまあ名前的に言うとブレイドがパッと出てくるんですけど、そうですよね、剣ですから、ね、剣ですから、はい、剣と書いてブレイドでしたから、はい、完璧ですか、はい、でもまあブレイドも、まあ、剣要素っていうと、まあ、名前だけだったんですね、うん、結局ね、まあ、まああのトランプがモチーフメインだったので、まあ、スペードが剣由来かなっていうところぐらいだったんで、まあ、セイバーっていう名前だから、まあ、剣が主軸になる話と剣を求めてとか、ね、剣に宿る力をとか、まあ、わかんないですけども、まあ、そこがメインになるとは限らないかなという感じですね、はい、まあ、今までの感じから言うと、な、2014年に妖怪ウォッチの大ヒットがありまして、まあ、それを受けて仮面ライダーゴーストが来た、幽霊お化け、はい、妖怪。で2015年に、まあ、スプラトゥーン、まあ、大ヒットみたいな感じだったので、しました、ね、まあ、その次の年にエグゼイド来た、まあ、カラーが ね、カラーリングデザイン的に、ね、まあ、あのスプラトゥーンカラーだなっていうのが、みんな言ってましたからね、言ってましたからね、みんな。でエグゼイド来るっていうのは、まあ、まあ前の年ぐらいにこう流行ったものをやっぱり取り入れていくっていうところですよ、やっぱり子供相手のね、そうですね、あの人気商売ですから、素晴らしいマーケティング力ですね、しっかりと、ね、はい、マーケティングされているので、はい、まあ、ここも取り入れてくるんじゃないかと、はい、まあ、セイバー剣なので、これは鬼滅の刃、ね、あ、刃ですね、はい、ドカーンと来ましたから、してた、ここから来たんじゃないかってなると、ね、だからこうそのまんま捉えると、まあ、鬼滅で、剣、セイバー、刃ですから、まあ、和風のライダーなのかとも思いがちですけど、そこまでやるとねかなり被っちゃう部分も出てくる。そうですね、響き外務、そう、響き外務、あの辺とも被りますし、そうですね、まあ、鬼滅そのままかよみたいなことになっても困りますから。そうですね、ここでライダーが緑とかねオレンジとかやったらもうそのままですもん妹をね助けるためにみたいな女性ライダー元に戻すためにみたいなところに なっちゃうとあれなので、まあ、ちょっとそこも変えてくるんじゃないかなという感じもありますから、まあセイバーで、まあここもちょっと流行りをまた取り入れる感じで、やっぱり異世界転生もの、はあ、ね、流行ってますから、はい、流行ってます、ね、だいぶ前から流行ってますけども、まあ、異世界転生俺強え感じで、まあ、逆にもう舵切っちゃってもめっちゃゴリゴリのファンタジーで来るっていう手もありますよね。ファンタジーで剣でってなるとどうしても僕はあのタドルファンタジー、ファンタジーゲーマーとかあの辺のイメージつきますか、マントつけてみたいなね、聖騎士みたいな、うん、感じのイメージもありますけれども、まあ、異世界転生とか異世界ものをすると、まあ、外務とかでもヘルヘイムの森がやっぱりまあ異世界で、あ、まあ、森にちょっとねあの CG 加工して、まあ、異世界感出していくっていう、なんか変な
変な手であれですね、うん、フルーツ。フルーツとかね。個性的フルーツ置いてね。なんかね、はい、あのわらびみたいなのも立ってましたから。いっぱい置いてたんですね。はい、ああいう感じでもうあのフィルターかけて異世界感出すっていうのは可能ですので、うん、まあゴリゴリの異世界ものでね、やっぱりコロナの影響で、うん、まあ密無理ですし、そうですね。ね、まあいろいろ撮影にも制限がかかるところで、うん、CG を多用してやっていくみたいな話もありましたから、うん、それであれば、まあ、異世界で現実世界じゃない形でね、うん、その違和感少なくできるんじゃないかっていう予測もちょっとできたりしますし、うん、気になるベルトの感じですけど、完全想像ですよ、ずっと喋ってんのしめじ想像ですね、うん、別になんか、はい、あの情報があるわけじゃないですけども、はい、情報は本当に出てないですから、もうセイバーっていう名前だけと、まあ、ガシャポンが、うん、あの400円のガシャポンが、はい、まあ、あの次のね、ゼロの次のライダーっていうので、だからまあ光るなるはないかなという感じですよね。外務みたいな無理かな、うん、なるかなっていう感じですね。400円、ゴーストレベルかな、うん、でも全くならない、光らないだとやっぱりあまり売れ行きもないので、ゴーストドライブがね、うん、厳しかったですから、うん、まあまあなるぐらいはあるのかな、今回のね、あの、うん、コレクションアイテムですけども、ベルトなんかも、まあ、武器ベルトに剣がついてるっていう可能性もありますけどね。外務でもそれ外務でやったもんね、ガチャンと剣でロックシードを切るっていうのを。そうだね、あれはすごく良かったですけど、面白かったけど、面白かったですね。野菜っていうか、フルーツは野菜じゃない、デザイン野菜じゃないですねフルーツを切るみたいなのがすごいと思ってパッカーン言ってましたから、びっくりしましたけどね、あれ最初はね、やっぱりあれは秀逸なデザインだったので、しかもハマりましたからね、あとあとすごく思いましたけど、私何回もパッカーンしましたからパッカーンっていうで、まあ、そうですね、やっぱり剣ってなると、まあ、武器メインなのかなと思います。ブレードなんかでも、まあ、ベルトよりも、まあ、武器メイン、まあ、カードでしたけどね、あの時はね、はい、まあ、武器で展開させてカードを挿入していってっていうことなので、まあ、武器メインで来るのかなという感じもあるんですけど、年々やっぱり武器の方も多色発光から、まあ、単色発光に変わって、最近の武器は光らないみたいな感じになってくるので、はい、まあ、ベルトメインで言って、まあ、武器はおまけっつったらあれですけど、まあ、ベルトと連動させたい、コレクションアイテムと連動させるような形で、まあ、なりますよぐらいの感じだったんですけども、その辺がどういう風に今後展開していくかですね、新しいセイバーが、ね、あと何人出てくるのかと、まあ、とかも毎回気になりますけれども、はい、どうですか山本さん、多人数ライダーとセイバーいっぱい出てきそうな、なんかイメージだけど、まあ、ゼロワンも結構なんだかんだいっぱい出てきましたよ、ね、ただ今回のゼロワンがベルトがいっぱい出てきたでしょ。そうなんですよ、ベルトがね、それを売れてたのかな、それによって変わるよね、やめとこっかなみたいな、まあ一般販売で買えるベルトっていうと限られてきてたんで、あとはやっぱりね、ベルトそんなにいっぱい出しても買ってくれないんで、まあプレミアムバンダイでっていう形だったので、まあ、プレワンの売り上げなんかもどうかですよね。こんだけそれぞれのライダーに別々のベルト出して、でそれが結果どうだったのかっていうところも反映されてくるんでしょうね。セイバー楽しみですね。でも、はい、まあ、という感じでいつも通りの時期にちゃんと放映されるのかも心配ですけど、はい、そうですね、まあ、どの程度ゼロワンが、うん、まあ、短くなっちゃうのかな、ゼロワンがね、ゼロワンが短くなっちゃうのか、それが伸びるかがわからないんですから ね、1ヶ月ぐらい、まとめがね入ったんで、うんそれがどうなるかですけれども、ネタバレが見たいんですけどね、ちょっとまだ交互期待ですね、はい、交互期待ですね、はい、はい、では異世界ものになるのか、ね、宇宙刑事みたいに戦う時だけ異世界に行ってくれる総 CG、コロナ対策、異世界転生、総 CG、コロナ対策、オレツエ、ファンタジーライダーになるのかどうかですね、もしくは鬼滅なのか分かりませんけれども、ザワセイバーなのにはわそうだね、ワワセイバーでワワおかしいか、うん、はい、というわけでまたね、まあ、何かしらの続報が入り次第、はい、また動画にしていきたいと思います、はいはい、ではご視聴ありがとうございました。それだけです。